トヨタと NTT、巨額の資本提携本日、トヨタ自動車と NTT が、互いに2000億円規模の出資を行い、資本提携を実施すると発表しました。トヨタは自動運転などの技術と、NTT が持つ高い通信技術を組み合わせ、5G の次の通信規格である 6G の活用を目指し、 まさにトヨタ自動車が発表しているスマートシティ構想において、NTT と協力をする狙いがございますが、この 5G については、高速通信が行えるというメリットはございますけれども、電波が弱いというデメリットがあり、今週から日本においても 5G のサービスが開始される予定でございますが、 この 5G の持つデメリットを次の 6G において克服をし、そういった技術とトヨタ自動車が持つ自動車の技術を組み合わせれば、自動車の再発明ができるんじゃないかと思われます。このトヨタ自動車、現在世界において まあ、トヨタ自動車だけの話ではございませんが、ガソリン車の販売を禁止する動きが出ており、今後自動車会社として生き残っていくためには、自動車以外の分野でもしっかりと協力をし、未来の車をトヨタ自動車が発明する、生み出す必要がございます。トヨタ自動車には今後も 国内の企業とさまざまな形で提携をしていただき、新たな車の開発、自動車の開発を、未来の車の開発を目指していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。